ブレーム動物辞典サシエに描かれた公害。公害は、トノサマバッタなど、愛変異を起こす一部のバッタ類の大量発生による災害のこと。公害を起こすバッタをバッタ、飛びバッタ、渡りバッタという。また、バッタの群生行動をバッタ現象と呼ぶ。バッタ現象下にある渡りバッタの群れが航空機の飛行を妨げる場合すらある。群生行動をしているバッタは、 水筒や旗作作物などに限らず、すべての総本類を短時間のうちに食べ尽くしてしまう。当然、被害地域の食料生産はできなくなるため、住民の間に食料不足や飢饉をもたらすことが多い。また、大発生したバッタは大量の卵を産むため、数年連続して発生するのが特徴である。日本を含む大抵の国では、 殺虫剤の普及により過去のものとなっているが、アフリカ諸国など国土が広大で組織的な苦虫が難しい地域では、現在も局地的に発生し大きな被害を出している。日本での発生は稀なため、看護のバッタに誤って稲子の訓が当てられたが、水田などに生息する稲子類が公害を起こすことはない。公害は農学上重要であるとともに、 生態学的にも興味深いため多くの研究が積み重ねられている。砂漠飛びバッタの幼虫。高密度の集団中で世代交代を繰り返すと群生症の個体が生まれてくる。孤独症群生アイバッタは公害を起こす前に普段の孤独症と呼ばれる体から群生症と呼ばれる移動に適した体に変化する。これをアイ変異と呼ぶ。群生症の孤独症に対する 外見上の特徴は、などが挙げられる。行動上の特徴は、などが挙げられる。群生症、孤独症はそれぞれ生まれつきのものである。ただし、両親の遺伝子の組み合わせによるものではなく、親が暮らした集団の密度によるものであり、それも親が、フェロモンのような分泌液の刺激を受けたわけではなく、別の個体との接触が主な原因と言われている。また、 はっきりと新潟に、区別できるものではなく、程度の差がある。集団生活をしている親からは、集団の密度が高いほど、より群生症が強い子が生まれる。逆に、集団密度が低くなると孤独症に近い子が生まれる。この特徴は世代を超えて累積的に遺伝する。愛変異の原因物質は、ホルモンの一種で、11種類のアミノ酸からなる。 ヒズナナコラゾニンというボリーペプチドである。エッチコラゾニンだけで群生症になるかどうかはよくわかっていないが、少なくとも体色の骨化、前視長、後ろ足体筋、胸部の変化、触覚の感覚肢の減少といった外見上の変化があることが実験的に確かめられている。ただし、行動上の影響についてはむしろ否定的な実験結果が出ており、 愛変異の原因について、まだ十分には解明されていない。砂地に散乱する、砂漠飛びバッタバッタカのメスは、散乱管を使って土や砂地の地下数センチメートルに散乱する。背の高い草が密集している場所での散乱は苦手で、あり、近年北米で公害が減った。原因の一つは、アメリカバイソンが減少して、草の背丈が伸びすぎたためとも言われている。 大量に産卵が行われるには草原や河原の砂地などが必要であり、郊害は草原と耕作地が隣接しているような場所で発生しやすい。また群れを維持するためには大量の植物が必要であり、日本のように狭い土地では郊害はほとんど発生しない。一般にこれらの地帯でたまたま高気温、高降水量となった時に大発生する。これは 土地が湿って一時的な草場ができることで、バッタが集中的に発生して群生省が生まれるためである。一方で干ばつによって河川の底だった砂地が草地となることも群生省が出現する要因となり、歴史上の中国などで見られる。産卵は主に秋に行われ、卵は越冬して春に孵化する。孵化直後は体が小さいので被害は少ない。 毎日体重と同じぐらいの量の草を食べると言われている。1875年のロッキー飛びバッタの例では、5月にミズーリ州で孵化し、孵化直後は飛べないので歩いて、周辺の草を食べ尽くし、6月初めに成虫となり、北や北西に飛び立っている。向かう方位は様々であるが、方向は一定しており、追い風の時に移動し、向かい風の時には、 地面で休憩する様子が観察されている。群れが次世代の群れを生むため、被害の年は連続することが多い。一方で、何かのきっかけで、群れが一度消滅すると、次に群生症が生まれるほど、個体の密度が上がるまでは、数十年と大発生が見られないこともある。もっとも、バッタの大発生は、周期的なものであり、連続して起こることはないとする文献もある。 大規模な移動を行うのは、一般的には、食を求めてとする説が多いが、繁殖に関連する現象とする説もある。あるいは、天敵からの逃避が目的とする説もある。砂漠飛びバッタに関する研究によると、群生省の方が、産卵数は少ないが、外敵に襲われにくいことから、個体群増加は早い。 1870年代に、ネブラスカ州を襲ったロッキートビバッタの群れの大きさは、幅160キロメートル、長さ500キロメートルである。平均高さ800メートル、場所によっては1600メートルであったと、報告されている。また、同じ場所では6時間以上にわたって観察された。この群れが移動するため、被害面積はこれよりも、はるかに大きくなる。 ただしこれは観察された最大級のサイズの群れであり、通常はここまで大きな群れになることはない。群れの個体数に関して確からしい値としては、1958年に写真を使った砂漠飛びバッタの観察結果で、1立方メートルあたり17匹、個体数500億匹、重さ11万5000トンという値が報告されている。砂漠飛びバッタは、 比較的応業のため、他のバッタではもっと密度が高い可能性がある。ただし、近年であっても目視による観察ではかなり過剰に報告されることが多い。公害を与えるバッタの種類としては、バッタ化の打ち合い変異をするものである。被害が大きいことで有名なのは次の通りである。中国に被害を与えてきたトノサマバッタ、中国では、 大規模な大雨や干ばつが起こると必ずと言って、いいほど殿様バッタの群生症が発生し、大規模な脳被害を与えてきた。そのため公害が天災の一つに数えられている。そして天災は皇帝の不徳によるものとされてきたため、各時代の王朝はこの対策に取り組み、発生した天災の記録を残した。そのためもあり、中国には、 公害の記録が非常に多い。古くは、院の甲骨文にも、公害の記録が見られる。また、州の支編市経にもバッタ駆除の様子が書かれている。寛大になると記録が増え、紀元前175年をはじめとして、寛女、五漢書には20回以上もの公害の記録があり、五漢の思想家、王光や、官僚の採用も、辞書の中で公害について述べている。 5世紀頃から王朝の取り組みについての記録も増え、北史には北儀の文、政帝の時代に漢庫を開いて、休民を救済した旨の記述がある。東代になって儒者から、祭礼を怠るから公害が起こるのだとの意見が出たり、政治の要定を説いた、上岸西洋には、7世紀の皇帝体操がバッタを飲み込んで公害を止めたという伝説が書かれている。 715年に Y が流域で発生した公害に対して、当時の最初、洋鷹氏が対策を命じている。記録も詳細になり、被害の様子や群れの移動の様子も書かれるようになった。壮大になると、本格的な対策が考えられるようになり、12世紀には、種子が晩に火を焚いて、バッタを誘い込む方法を提案している。現代に書かれた、 大元清聖国朝天章には、公害予防の方法が記されており、村谷での管理や予防が、共同体役場という形式で事実上義務化されていたことがわかる。ただし公害は依然として、重大な被害を与えており、元崩壊の原因の一つになっている。秋代になった1630年、女皇家は著書、田室事央書の第三編を、助。 バッタ書として対策を記し、後に農政全書に編入された。新代の1684年、陳義夫が、ホバッタ孔を表している。新代には記録も増えており、生死以外の書物にも記録が見られるようになる。この新末の1888年には、帰り見彦州が、千ばった前方を、同じ新代に、ホバッタ溶血という。 防除法を記した書物が作られている。現代でも公害はなくなったわけではなく、2005年夏には海南省をバッタが襲っており、1平方メートルあたり350から500匹、飛来面積は220万世に上っている。2020年6月28日にはラオスから雲南省へセラクリス寄案数の侵入が確認され、小型無人機による 防除作業が行われた。三国式に、公外の記述を多く見ることができる。これらの記述は日食、密食地震、例外などと並んで記されており、当時の朝鮮でも公外が、天変地位として扱われていた様子がわかる。紀元前15世紀のエジプト第18王朝、ホルエムヘブ王母の壁画に描かれたバッタ。公外そのものの記録ではないが、 紀元前2350年頃のエジプト第6王朝の遺跡には、バッタが草を食べ、ハリネズミがそれを捕食する絵が残されている。アッカドに伝わる風と熱風の悪霊、パズズは、郊外を、愚心化したものとされる。紀元前13世紀頃の記録と言われる、旧約聖書、デイジプト紀10章12節には、風に乗った砂漠飛びバッタがエジプトを襲う様子が、記されている。 ニュルンベルク年代記に描かれた郊外。三世紀の小アジアに生まれたセイバルバラが、キリスト教の信仰を守ろうとして、身を隠していたところ、居場所を羊飼いに密告され、その結果その羊飼いの羊がバッタに、変わってしまったという伝説が残されている。紀元前700年頃のアッシリアの浴場壁画には、串刺しにしたバッタを祭壇に掲げるレリーフが残されて、おり 公害が大きかったことを示唆している。紀元1世紀頃の作とされる、ヨハネの目示録に登場する奈落の大アバドインは、天使として、バッタの群れを引きながら現れ、人々に示唆許されない5ヶ月間の苦しみを与えるとされた。これは、公害が深刻化されたものだと考えられている。1689年、ジャニーズ・バイカード・バルブサが描いた、公害公害ではないが、 1889年に航海を航海中の船が海上で砂漠飛びバッタを観察したと報告されている。キプロスでは1880年代に1300トンもの砂漠飛びバッタの卵を破棄した記録がある。また、1930年代には対策として年間1100トンもの毒液が巻かれている。1915年にはパレスチナで砂漠飛びバッタによる 大規模な公害が起こっている。2004年11月23日にエジプトで大量発生したバッタがイスラエルに上陸した。地中海から中東にかけて被害を与えている砂漠飛びバッタ1980年代のアフガニスタンではモロッコ飛びバッタが猛威を振るっており、ひどいところでは1万6000ヘクタールが被害を受け、紛争と重なって深刻な飢餓を引き起こした。 国際連合食料農業機関は、カルザイ政権ができた2002年から、バッタ対策を開始し、2005年5月頃の一層作戦では、バッタの発生時期に合わせた幼虫の駆除に成功している。アラビア半島南部のイエメンでは2007年、砂漠飛びバッタの大発生の可能性が出てきた。ルブアルハリ砂漠で大発生したバッタが南下し、イエメン国境付近で散乱したため、 この2世代目が大被害を与える可能性が高くなっている。そのため、国連中央緊急対応基金は240万ドル、日本政府は200万ドルをイエメン政府に援助し、重機材や農薬、専門家雇用のために使われている。2018年、アラビア半島にサイクロンが2度上陸し、恵みの雨で植物が増えたことから、2019年に、 砂漠飛びバッタが大発生した。2015年から続くイエメン内戦で対策は後手に回り、サウジアラビア、オマーン、イラン、パキスタン、インドにまで被害は拡大。口述する2020年の東アフリカでの砂漠飛びバッタ大発生にも影響を与えた。2019年、インドのグジャラート州でバッタの大量発生が見られ、 農作物に大きな被害が出た。殺虫剤による駆除が行われたが、地域には鍋などの金属を打ち鳴らして、バッタを追い払う風習が残されており、古くから大きな被害に悩まされてきたことが伺われる。ルワンダでは1907年に、ブガルラ、キルイ、ルワザでの公害が報告されており、以後も、たびたびイメンカなどに被害を与えている。 1987年から1988年には、約3 0 0 0トルものトノサマバッタの群れが、西アフリカのマリ共和国を襲っており、その密度は1平方キロメートルあたり5000万匹であった。1998年にはモザンビークをも襲っている。2003年には、サヘル付近のチャド、 マリ、モーリタニアを襲った砂漠飛びバッターの発生に対して FAO が援助を行い、日本政府も2004年度予算で供与限度額3.3億円での無償式に援助を行っている。一方2007年、エチオピアで発生した砂漠飛びバッターが北ソマリア経由でインド洋を飛び越え、パキスタン、インドにまで到達したことが報告されている。2013年にはマダガスカルで、 トノサマバッタが国土の半分以上に被害を与えた。2020年には東アフリカで2月2日ソマリアは砂漠飛びバッタが大量発生して非常事態宣言するなどアフリカ東部で被害が拡大して食料危機になる恐れが出てきた。ケニアでは過去70年で最悪の規模になり2400平方キロメートルの広範囲に及ぶ群れもいたという。 国際連合食糧農業機関報告によると、エチオピア、ソマリア、ケニアで繁殖が続いており、ウガンダ北東部、南スーダン南東部、タンザニアでも小規模なバッタの発生を警告した。公害となっていたかどうかは不明だが、アメリカモンタナ州のベアトゥース山脈のグラスホッパー、氷河には、 1130年代に風に飛ばされてきたと見られるロッキー飛びバッタの帯正しい死骸が残されている。1819年にはミネソタ州を襲っており、地面に10センチ以上ものバッタが積もったことが記録されている。1870年代にはグレートプレーンズをロッキー飛びバッタが襲っており、その数は当時の計算によると1240億匹以上である。 1874年には最悪の被害をもたらしている。1875年、E.N. アルベルト・エススワーム。1879年を最後に大規模な群れは観察されていない。1902年頃に理由は不明だが、ロッキー飛びバッタは絶滅した。日本の稲ナゴ・テイネヤマグチバッタツカ日本の古文献でも公害について報告されているが、 そのほとんどがいわゆるバッタによるものではなく、稲子のタウンか、命中などによるものと考えられている。狭く平原の少ない日本の土地では、トノサマバッタ等のバッタ化が数世代にわたって、集団生活をする条件が整いにくいため、限られた地域でしか発生していない。また、エントモフトラ族のカビをはじめとした天敵の存在も、結果として、 公害を抑えていると考えられている。殿様バッタによる公害この文献から関東平野などで殿様バッタによる公害が発生したことが推察されている。近代では明治初期に北海道で公害が発生したことが知られている。1875年9月27日、同東の太平洋沿岸を台風が直撃し、未曾有の大洪水を引き起こした。 十勝川と都市別川が合流するあたりでは膨大な樹木が流出した結果、広い範囲で沖積層が露出し、ここにヨシやススキなどイネ科の植物が生い茂る草原が出現した。さらに、その後の数年観光展が続いたため、トノサマバッタの大繁殖に適した環境が整った。1879年からトノサマバッタ発生の兆しはあったが、 本格的な大発生となったのは1880年8月のことである。この時は発生したバッタの大群は日高山脈を越えイブリ国遊仏軍を襲った。郊外はさらに札幌を経て空地地方やシリベシ地方へ至り、また別の群れはアブタへ達した。陸軍はバッタの群れに大砲を打ち込むなどして、 駆除に努めたが、入植者の家屋の障子紙まで食い尽くし、各地で壊滅的な被害をもたらした。翌1881年にも、再び大発生し、この年は、お島国軍側までバッタが進出した。当時の記録では、駆除のため捕獲した数だけで360億匹を超えたという。しかし、まだ入植が始まっていなかった、トカチ国では、 高知が少なく、目立った被害は出なかった。郊外が津軽海峡を渡って、本州へ波及することを懸念した、中央政府は、殿様バッタの発生源の調査を命じた。14名の係官が派遣され、郊外の被災地をたどって、バッタの群れがどこからやってきたのか、現地調査を行った結果、冒頭に述べた十勝川流域の広大な草原に至った。これが、 日本で3番目に広いトカチ平野の発見である。この報告を耳にした、万星社はトカチ平野への入植を決め、これがトカチ内陸への初めての本格的な入植となった。郊外はその後も続き、1883年には道南の日本海側まで達した。万星社でもバッタの繁殖地の調査を行い、 十カチ川上流の差別で大繁殖地を発見している。開拓市ではアイヌも動員して繁殖地の駆除を行い、1884年には延べ3万人のアイヌが動員された。それでも公害は止まらず、北海道では翌年の予算に180億匹のバッタ幼虫の駆除費用を計上するはめになった。しかし、 1884年9月の長雨によって多くのバッタが繁殖に失敗して死滅し、公害はようやく収束した。しかし、以降も昭和の初めまで断続的に観察された。北海道の開拓地では被災地への金銭的な補助の意味合いも兼ね、バッタの卵を買い取る制度があった。札幌市手稲区の手稲山口バッタ塚は、 住民から買い集めたバッタの卵を砂地に埋めたところに建てられたものであるが、十勝地方にもバッタ塚が残されており、根絶を願った当時の住民の状況を今に伝えている。1971年から1974年、沖縄県の大東諸島でも殿様バッタ、群生省による公害が発生している。また、 1986年から1987年には、鹿児島県のマゲ島でも3000万匹のトノオサマバッタが発生している。21世紀には、2007年、共用直前の関西国際空港2期空港市まで、トノサマバッタが大量発生し、公害発生の条件となる群生症と見られる個体も見つかっている。環境農林水産研究所。 食の安全研究部防除グループによると、6月9日には3884万匹のトノサマバッタが確認された。大発生の原因は、天敵のいない孤立した島のためと考えられている。関西国際空港側は、殺虫剤散布で防除し、100万匹を割ったところで、防除を打ち切った。最終的に、エントモフトラ族のカビ感染により、 殿様バッタの大発生は収束した。世界で発生するバッタ対策は国際連合食料農業機関が行っている。イタリアローマにある FAO 本部郊外が大きな問題となっているのはアフリカ中部、北部、アラビア半島、中近東アフガニスタンなどである。これらの地域で発生するバッタ対策はローマにある FAO の機関。 砂漠バ,バッタ情報サービスを中心に行われている。ドレスでは人工衛星に搭載されたモジスの降水情報などを利用して天候、環境、分布状況を日々モニターすることで6週間先までのバッタ分布を予想している。これらの予想は1970年代から発行されている月刊誌ローカストブルトンズで報告されている。 1990年代以降の情報は、FAO の公式、サイト http://www.fao.org/.ag/.locusts から会えることができる。FAO は、公害が予想される国家に対して、情報と対策技術の教育を実施し、関係機関に資金援助を要請している。 日本国政府も被害国に対して、たびたび無償資金援助を行っている。バッタの活動範囲は、1600万から3000万、平方キロメートルと非常に広く、多数の辞任が必要となる。アフリカでは、モーリタニアのように国立の研究所が設立された国もあるが、多くは開発途上国であったり内政が混乱している国家であるため、政府が、 バッタの監視や対策をすることが非常に困難である。バッタ対策としては、小規模な発生が起こった次の世代の発生を防ぐことが重要である。バッタが、卵の時期には、殺虫剤の効果が薄く、一方、成虫となって飛翔できるようになってからの駆除は、困難なので、幼虫のうちの駆除が必要である。そのため、まずは、 産卵地データの収集から始まる。幼虫の駆除に対して FAO は機械的な除去、農薬を使っての除去の2つを併用して対策している。例えば、アフガニスタンで2005年5月に行われた作戦では2万1000ヘクタールは機械で除去、8万1000ヘクタールは合成ピレスロイドを使っての科学的駆除を行っている。 FAO の8月の報告によると、バッタの発生時期とうまく重なったこともあって、この作戦は成功し、産卵が減ったために2006年には大幅に対策地域を減らすことに成功した。また2006年からは、昆虫に対する接触毒であるジフルベンズロンの併用も始めている。モーリタニアでは、散布した殺虫剤による、 環境汚染度を測定するモデル生物として切り集めゴミ虫ましを利用している。メタリジウム菌に感染死した赤飛びバッタ殺虫剤は広範囲に巻かれるため人体や環境への影響も十分に考慮する必要がある。これらへの影響を完全にゼロにすることは困難で通常はバッタの被害と比較しての実施がなされる。ただしパラチオンやジクロルボスなど 世界保健機構により極めて危険、かなり危険とされたものは使用されない。現在主に使われているのは超定量散布という技術である。車両を搭載された空中噴霧機を使ってバッタの移動予想地点に濃厚な殺虫剤が少量散布され、バッタが殺虫剤のついた餌を食べたり上を歩いたりすることで死亡する。この技術は 各国の政府機関の要請を受けた東、アフリカ移動性バッタ防除機構などによって実施される。殺虫剤には前述したピレスロイド、ジフルベンズロンのほか、生物農薬であるメタリジウム菌の使用も検討されている。ただし、メタリジウム菌は速攻性が期待できない。トノサマバッタ以外による、郊外日本では、 バッタ科のバッタによる公害がほとんど起こらなかったため、中国都来の文献に書かれている公害を昆虫による大規模な脳被害全般を指す語だと誤解した。日本の古文献に書かれている公害のほとんどは稲子、雲化、命中によるものである。被害の様相はバッタによる真の公害とは著しく異なるが、やはり真の公害の実体験に乏しい日本では、 この雲河による被害に対しても、公害の看護が当てられることとなった。今日では、雲河も軍政省を示すことが知られているが、被害はバッタに比べればはるかに小さい。日本で越冬できない飛びロ雲河や、せじろ雲河の被害が発生するのは、梅雨前線に沿った気流によって、中国南部から移動してきて一時的に大発生するためである。この飛びロ雲河や、せじろ雲河は、 昭和前期には越冬していると考えられていたのであるが1967年に岸本良一がジェット気流に乗って梅雨の時期に中国大陸から飛来するとする研究を発表し1987年に清野勝が飛来経路を解明したこのため現在では飛来型運河には飛来予報を発表するページが存在する古文献には 俗日本期巻に大報元年8月親友の上に、三河をはじめとする17カ国に、バッタの被害があったと記されており、以後数年おきに害が報告されている。また、俗日本期には749年に、下宇佐に、公害、岩見に、出役あり。よって、夫に信号をすと関東地方でも公害があったと、する記述がある。この後の、日本語期巻22、 812年の城にも、薩摩国で、バッタが発生し、稲五千束の税が免除されたとの記録があるが、これは運化による被害と見られる。神話伝説のレベルの話だが、807年に成立した、古語周囲には、第一主神が、お年紙から、公害防止の祭事を教わった話が載る。桑原和夫は、古語周囲八百四年の城から道卓にある絵柄の、 一つは、公害防止の祭事ではないかと仮説を立てている。874年には、伊勢国で、そのズワカジョタン、セセイ国、原半角、大物一寸五分、小物一寸と描写される、バッタに追立数ヘクタールが食害されており、これは、稲子の被害と見られている。また、千十七年には、越前、摂津、大海など、公害のため、 バッタ、ご祈り書者方兵士を使わした記録がある。強放年間、特に1732年前後に起きた公害が大きい。傍聴両国の公害公は292,740国余り、松江藩では収穫は7割ほど落ち込んだとされ、伊予秋群松山藩では3,400人の死者が出たとされる。なお、 徳川三木にはこの公害のために餓死した人間を969,900人と書き記しており、46半合計で236万国のところ、収穫は62万8,000余りしたらずであったという。また、五島神社には1750年、同1753年に公害発生による祈祷を行った記録が残っている、ほか、 1749年には、例外と公害により、東北地方が大飢饉となり、以前唐津藩では1768年に公害が起きた記録が、1740年には、伊勢国紀州藩領で108村が、公害のための減免を合祖した記録があり、1770年に、関東各地で、1780年に、出雲松江藩で公害の記録が、 1819年11月には、大里軍佐矢田村にて、郊外駆除の祈願が行われた旨が、それぞれの長子や、子子、剣士に見ることができる。大倉長常の1826年の農業書で、ある、女、バッタ六は、運河についての記述と見られる。なお、記録が多い畜子国の郊外は、1627年から1868年の、 間に33回も、公害の記述がある。ありがとうございます。